子供たちが自由に何でも学べるって言いますか、自由にこう自分で決めて行動していけるような人になってほしいっていう願いと、でそれをまた自分たちで収めていく力もつけてほしいっていう自治で、あともう一個はやっぱり自分で立って成長していってほしいっていう、まあ、それを、まあ、うちの教育方針としてやっております。少子化っていうのもありますけど、なんちゅう価値観とかニーズがやっぱり多様化してくると思うんで、カスタマイズしてその方に合ったものを提供していくっていうのが大事になるのかなと思いますね。私立学校ですので生徒募集が重要になってきます。いかに学校の魅力を伝えてこちらを見てもらうかというところから、本校としてはこういう取り組みをやってますよっていうのをレポートであるとか、ポスターやチラシを発行して配布していくと。でそこの写真にはやはり実際参加した生徒のすごい生き生きとした写真、表情であるとか、いろんなこう取り組みの具体的なレポートであるとかっていうものをこうセットでこうできるだけタイムリーに出していけるようなものっていうのをやっています。今回の機会を入れていただいて、よりこう写真もカラーで、コストも抑えながら出していけて、発色の良さであるとか、こちらが意図している写真とかのですね、こう色の出方であるとか空気感の伝わり方というところも含めて、かなり品質のいい、ものを、個別に作っていけるんじゃないかなという可能性を今感じているところです。印刷会社の方が使われるということで、厚紙光沢紙、封筒といろいろ使い勝手がいい感じでできますので、教職員が、カラーと2色とモノクロと使い分けながら、日頃の教育活動に活かしていただければなとは思っております。教員自身も学びながら、その学んだ成果を子どもたちに伝えたいっていう思いがあって、そしてそういう掲示物だとかプリントとかを作っていくっていうのが一番伝わるんだろうなっていうふうに思うんで、印刷物ってのは非常に重要な、なんていうんですかね、媒体ですよね。